そろそろ時間ですね。ノイさんも帰られましたし、あともう少ししたらお店を閉めましょうか。もう客来ねえだろ。カウンター周りの消毒始めんぞ。あ、どうせ消毒するなら一緒にやってほしいものが。イズナさん、わかってる。なんか来たな。なんかって何？あ、足音。えらい走ってますけど。うおえ、もうこの人助からないのでは。かがり。誰かがりって？かがりさん、あれ出てきたことありましたっけ？いえ、しくじってだろうね。こうなることも想定内です。難しい仕事でしたから。血の跡は残していません。わ、厳しい。血の跡も追跡もクリアしてきました。それできなかったらちゃんと死んできますよ。血の跡なんかどうやってクリアすんの？わかりました。ではすぐに先生のところへ。伊豆名さん、彼を運びます。いちごさんも手を貸してください。応急手当で止血だけはしたが、ひどい傷だ。一つ一つが深く箇所は多い。失血も大量だな。命に関わりますか？わからない。とにかく今は急いで治療と輸血が必要だろう。輸血か。しないでなんとかなんねえの？トラブル起きやすいんだろう、あれ。そういう説もあるな。実際現代の医療はよほどでない限りは輸血は行わないし、リスクがあるから輸血には同意書がいる。いや、もう同意書書いてる場合じゃないでしょ。いちごさん、怪訝な顔をしていますね。輸血は他人の血を入れるわけですから、病気や拒絶反応の危険性があるらしいですよ。ただかがりさんは？かがりは事前に自分の血を輸血用に保存している。えらい。なんだ、じゃあそれ使うのか？そうだ、自己血輸血だからリスクは最小限です。かがりはこういう事態を予測していたんだろうな。私が指示しておいたんですよ、万が一に備えるようにと。伊豆名さんも定期的にしておいた方がいいですよ。注射針好きじゃねえんだよ。ノイさん持ち込みの得体の知れない血液製剤を使われるよりはいいでしょう。とにかくかがりさんの治療は先生に任せます。私と伊豆名さんはかがりさんの逃亡ルートを確認してきます。本人は痕跡は残していないと言っていましたが、あれだけの出血です。見落としがあるかもしれません。え、どういうこと？掃除しながら言ってたの？キリなくない？なら彼女はこちらで借りるぞ。彼女？私？治療を要する箇所が多すぎて手が足りない。助手がいる。すまないが頼まれてくれるか？オッケー。いちごさん、お願いできますか？お前、大丈夫なのかよ。あんなエグい傷の手当てなんかしてぶっ倒れねえか？まあ、そん時はそん時だよね。それで倒れるような子ならかがりさんが入ってきた瞬間に倒れているでしょう。とにかく急ぎましょう。各自するべきことをしますよ。ガーゼはそこ、監視。真ん中がつながったハサミは私の手前に。止血をやめると一気に血が出る。床に流れるが、それは気にしないでいい。ただ足を滑らすな。手順は都度説明するが、くれぐれも気絶や嘔吐はしないでくれ。いいな？しないでくれって言われてもな。血は見慣れている。
傷もその手当も死体も別に怖くない強者だ。傷を負って動けない人や死体は私に危害を加えないから。そういう考え方？でもこのかがりさんという人の傷は不思議、不思議？えぐれたような丸く深い切り傷。何を使ったらこんな傷を負わされるんだろう。鎌とか持ってたんじゃない？何をしたらこんな傷を負うことになるんだろう。助かってほしい。人の死にも死体にも慣れているけど、この月影ではまだ死に出会ってない。だって月影はもう平和そのものだけどね。来てる人は物騒かもしんないけど。だから死なないでほしい。助かってほしい。かがりは一命を取り留めた。当面は寝たきりだが、あとは回復を待つだけだ。ねえ、治療費いくらになるんだろうね。マジか。よかった。わあ、嬉しそう。よくあの出血量で。正直、もうダメかと思っていました。それはこっちもだ。手術中も出血が止まらず、輸血をしても厳しいかと思ったんだが、臓器へのダメージが軽微だったのか、奇跡的に踏みとどまったんだ。運のいいやつだな。運も実力のうちだから。運ですか？あなたならこの天才医師のおかげだくらい言う場面じゃないんですか？だからこの天才医師クラマに治療してもらえて運のいいやつだと言っている。そっちか。そっちかよ。ああ、でも今回はマジヤバかったな。あんだけ刻まれりゃ普通死ぬぞ。刻まれてんの？刻む？刻むというか裂くという感じだったな。あれはカランビットナイフによるものだ。カランビットナイフって何？カランビットナイフというのはですね、指にはめて使う小さめの鎌のようなナイフなんですよ。ほら、ちょっと当たってた、鎌って。でも指にはめて使う、ちょっと想像はつきません。軍の特殊部隊なんかでは使いますが、超近接専用武器なのであまり一般的ではありません。逆に我々のような家業の人間には便利な武器です。つまり、でも近接戦だったらもう銃かなんか持っとけばよかったんじゃないの？かがりは同業者にやられたってことな。いや、そりゃそうでしょ。普通の人カランビットナイフなんか身につけてないから。単に先方に正体がバレただけだろう。よくあることだ。内定でしたからね。危険は承知の上ですよ。にしてもこんなに早く向こうが動くのは予想外でしたが。昨日の今日だろ。速攻だな。ようやく奴らも腰上げんのか。奴らって誰？どうだろうな。こっちの思惑通りになるはずもなし。ですね。さて、どうしたものか。私、ここにいてこの話聞いていいのかな？かがりさんという人がどこで内定をしてどこかで内定をしていたけど、正体がバレて殺されそうになって逃げてきた。これ私が聞いていて大丈夫な話？いちごさん、もしかしたら今後はあなたにも協力してもらうことになるかもしれません。協力？私が？多少の危険はあります。ですがあなたに何もさせないのも危険です。どういうこと？私と伊豆名さんがこの件に本腰を入れれば、あなたを守る人間がいなくなってしまいますからね。あ、それは大変だ。はい、わかりました。もしその時が来たら声をかけます。
声がかからないことを祈っていてくださいね。ああ、これ声かかるやつだ。眠れない。今は朝の7時。このところ5時か6時くらいに寝て、昼くらいに起きる生活になっている。だからいつもならもう眠っている時間なのに、眠くなる時間のはずなのに眠れない。やっぱりあんなことがあったからかな。夢に出てくる。ああ、考え出すとダメ。余計眠れなくなってしまった。血とか怪我とか死体には慣れていたけど、でも月陰に来てからはそういうものとは遠ざかっていた。施設にいた時、多分週に一度か二度、死体を積んだストレッチャーが私の部屋の前を通っていった。嫌な施設だね。人の形をしていなかったり、膨れ上がっていたり、腐った魚のような目を、腐った魚のような色をしていたり。実験してたんだね、多分。たくさん、本当にたくさん死体は見てきた。でも普通の死体よりかは特殊なんじゃないかな。だからああいうものには慣れている。でもかがりさんは違う。かがりさんは生きてる。生きてる人は怖い。死体はそれ以上どうにもならないけど、生きてる人は死んだりするから。ノック誰？イチゴ、起きてんだろ。入っていいか？いいよ。イズナさん、どうしたんだろう。よ。よ。私服初めて見たわ。起きてたんだな。眠れねえからな。スマホ、あ、充電中だった。ああ、スマホか。大変だな、それ。ねえと会話できないもんな。すみません、会話のテンポが悪くて。別に悪いとか言ってねえよ。大変だなって話。はあ、今朝は変な場面見せちまったな。かがりさんのことですか？ああ。伊豆名さんこそお疲れ様でした。俺は別に、こういうのは日常茶飯事だし。まあ月影の人間があそこまでやられるのは珍しいけどな。ただ正直、あの状況でお前が落ち着いててくれたのはすげえ助かった。かがりが来た瞬間、こんなえぐいの見せたらやべえって思ったんだけど、お前を隔離するの間に合わなかった。でもお前は平気そうだし、ぶっちゃけ手は足りなかったしね。そのままいろいろ手伝わしちまったけど、冷静に考えりゃ女に手伝わせる状況じゃねえよな。悪かった、部屋に返してやりゃよかった。アモンに言われんのこういうとこなんだよな。月見はそういうのに気が回んねえから俺がやれって。気遣いはしねえって決めてたけど、実際こんなことあるとさすがに、なんつうか優しい子なんだな、イズナさんは。大丈夫です、私は問題ありません。また何かあればお手伝いします。置いてもらっていますから、そのくらいします。置いてもらってるとか言うなっつうの。こっちだってそれ仕事なんだから。いくらもらってるんですか？本当に大丈夫かお前？
ならいいけど。とりあえずこれを置いてくわ。飲めよ。何？紙袋。中身はテイクアウト用の紙コップだ。スリーブがついてるのは熱いからかな。俺と月見の分入れたついでだ。俺たちはまだやることあっからな。多分コーヒーだ。その匂いがしてる。ありがとうございます。お、じゃあまた夕方な。でも無理して出てくんなよ。いい匂い。わざわざ持ってきてくれたんだ。あれ、でもこれずいぶん香りが柔らかい。コーヒーじゃないのかな。あ、ふわふわのスチームミルク。これカフェラテだ。イズナさん、自分たちの分を入れるついでだと言ってたのに。優しくしないって言ったのに。甘い。すごく美味しい。ん？寝れた？私いつの間に寝たんだろう。今の時間は15時半。よかった、ちゃんと睡眠は取れてる。でも不思議、カフェラテってコーヒーだから眠れなくなりそうなのに、イズナさんのカフェラテ飲んだらちゃんと眠れた。睡眠導入剤でも入れてくれたのかな。入れてないと思う。とりあえずお店に出る支度をしよう。ああ、いちごさん、おはようございます。今朝は申し訳ありませんでしたね。こっちの仕事に巻き込んでしまって。でも、助かりましたよ。ありがとうございます。大丈夫です。なら、良いのですけど。急にあんな仕事をさせてしまったので、イズナさんも気にしてました。イズナさん、あなたの様子を見に行ったでしょ。うん、来てくれたよ。イズナさんはあなたがあまりに冷静だったので逆に不安だったようですよ。不安？ああいう場で取り乱さないということは流血に慣れている可能性がありますよね。はい。ということは後からその反動が来るんじゃないかって心配してました。 PTSD の発作のように一人になってから大変なことになるんじゃないかって。ああ、なるほど。イズナさん、そういう風に気にして部屋に来てくれたんだ。私は大丈夫です。無理はしていませんか。厳しいようでしたら今日はお休みでも構いませんよ。でもお金が入らないんで。大丈夫です、働けます。わかりました。でも疲れもあるでしょうから、辛いようなら言ってくださいね。辛い。あなたの体調管理もこちらの仕事です。さて、それではそろそろ店を開けましょうか。ん？イズナさんがまだです。イズナさんはそろそろ。ああ、もう来ました。悪い、ちょっと遅くなった。いえいえ、予定通りですよ。どうでしたか？どうでしたか、そっちの仕事の方は。半径5キロで歩き回ってきた。こんなもんじゃない。異変は？ない、気づく範囲では。わかりました。では着替えて支度をしてください。5分くらい足洗ってくる。足洗ってくる？15分渡しますので足を消毒してきてください。消毒？かがりの傷は上半身がほとんどだったからほぼ血はついてねえよ。
出なきゃ出歩けねえだろうな。え、でも上半身でも垂れりゃ血がつくんじゃないの。ほぼでしょ。ダメですよ。ち、めんどくせえな。イチゴ、お前今日出んの？出るよ。多分今日は厄介だから休んでた方が無難だと思うけどな。まあいいわ、とにかく足洗ってくる。え、今日は厄介なんて説明受けてませんけど。ん？今日は厄介？どういう意味かな。それに伊豆野さん、何をしてきたんだろう。散歩散歩。一応今の会話の説明をしましょうか。あ、いいですか、お願いします。昨日かがりさんがここへ逃げ込んできたでしょ。はい。尾行がついていなかったこと、逃走経路にかがりさんの痕跡がないことは確認しましたが、目で見えない跡は残ります。目で見えない跡？匂いですよ。匂いというのは実に厄介でして、犬を使われればかなりの確率で居場所を発見されます。じゃあもう空中に香水とか巻きまければいい、巻きまくればいいんじゃないの。警察犬とかそういうものですか？そうです、警察犬や軍用犬ですね。訓練された犬は下手な人間よりも優秀ですし脅威です。本人の体臭や服、そして靴などが地面につけたわずかな匂いから我々の隠れ家を発見してしまいます。私は今回かがりさんに尾行がつかなかった理由がそれかもしれないと思ったんですよ。犬に追わせる気かと。尾行すれば反撃に遭う可能性がある。でも後から犬で追えば弱ったかがりさんの居場所がノーリスクでわかりますから。ですから伊豆名さんには体臭を消し、かがりさんの靴とズボンを履いて周辺をぐるぐる歩き回ってもらったんです。おお、なるほど。そうすれば犬は同じ場所を回ることになりますし、犬が回り出せば相手は犬がこちらを見失ったと判断します。ありふれた手なんですけどね。まあやっておくに越したことはないということで。なんだか地道な作業ですね。そうなんですよ。意外かもしれませんが、この家業は未だにそういうアナログで体力勝負なことが多いんです。体力勝負なのはそうだと思うわ。本当は雨でも降ってくれたら楽だったんですけどね、そう都合よくはいきませんでした。警察のドキュメンタリーテレビとかで雨で犯人の遺留物が分からなくなるという話をやってたけど、あれって本当だったんだな。では伊豆名さんも戻ってきたことですし、開店しましょうか。ああ、くそ、ちょっと湿っぽいな。どうしたんですか？足消毒したとき靴下濡らしちまったんだよ。気持ち悪いけど替えを取りに行くの面倒だ。もう取りに行ってあげようか。大変でしたね、たくさん歩いて消毒もして。大したこっちゃねえよ。ねえけどかがりと靴のサイズ合わなくて歩きづらくて、そっちが大変だった。お前こそお疲れだな。ちゃんと寝られたか？あ、もうぐっすりぐっすり。カフェラテありがとうございました。すごく美味しかったです。よく眠れました。だろうな、カフェインレスにしといたからな。どうやって？カフェインレスは苦手ってやつもいるが、寝る前ならその方がいいだろう。え、コーヒーってカフェイン抜けんの？カフェインレスコーヒー、それをミルクたっぷりのラテにしてくれたんだ。睡眠導入剤でも入っていたかのと思ってたけど違ったみたい。でも伊豆名さん、自分たちの分を入れたついでだと言ってたけど、
そっちもカフェインレスだったのかな。そんなわけないじゃん、特別に作ってくれたんだよ。もしそうじゃなかったらなんだか申し訳ない。あ、どうした。わざわざカフェインレスを入れてくれたんですか。ごめんなさい、ありがとうございます。俺らもカフェインレスにしたんだよ、お前だけ別にしたわけじゃない。あ、そうなの。でもイスナさんはあの時まだやることがあると言っていた。ならわざわざカフェインレスにする必要はないと思う。なのにカフェインレスで入れてくれたのなら、やっぱり私に気を使ってくれてたんじゃないかな。それを指摘すると嫌がられるかな。黙っていた方がいいのかも。なんだよ。ありがとうございます、甘くて美味しかったです。苦いのダメなんだろ。やっぱお子様じゃな、お前。お子様だからな、多分。ミルク系が好きなら今度スチームミルク入れてやるよ、蜂蜜入りのな。ホットミルクはよく眠れるって月見言ってたし。あのカフェラテを飲んだらよく眠れたんですけど、最初睡眠導入剤を入れてくれたのかと思いました。は？なんでそうなる。よく眠れたのでそうなのかと。もらねえよ、いくらなんでも保護対象に本人の許可なしに薬物飲ませねえぞ。そうだぞ、用心深いんだぞ。イズナさんはチェスレンチンするんだぞ。そうなんですか。お礼を言わなければと思ったんですけど。一服盛られてお礼って変だよな。でも眠れない時に睡眠導入剤は普通だと思います。本人の同意なしにやっちゃダメだろ。でも毒と違って害もありません。よく普通に飲み物に混ざっていました。ああ、いい、やめろ。俺にお前の悲惨な境遇想像させんな。少なくとも俺はお前が口に入れるもんに勝手な真似しねえよ。ったく、何言い出すかわかんねえな、お前。あれ飲んでよく眠れたってことは、犯人俺。人と話してあったかいもん飲んで精神状態が落ち着いたからだ。イレギュラーなことがあった時って自覚なくても脳が興奮したんだよ。誰かと話すことでそれが収まるな。じゃあやっぱり私イズナさんのおかげで眠れたんだ。そういうふうに気遣ってくれたのかな。ああそうだ、今日はお前極力ノイさんと白川さん以外の接客すんなよ。なんで。かがりの件は月影の極秘事項だ。でもこういう業界だからな、耳の早いやつんとこには月影で何かあったって伝わってる可能性がある。ノイさんやラキアはこっちに探り入れてくるタイプじゃねえし、白川さんはお前にはんな真似しねえだろうが、祭りさんとアモンはどうにかして何があったか知ろうとするはずだ。あ、おしゃべる二人組だからお前はあの人らには近づくな。アモンは俺が敵と言って追っ払っとくから。追っ払うっていいのかな。いいでしょ、あいつなら。あと当分常連以外の客は来ねえと思う。もともとそうなんじゃないの。わざわざ言わなくてもお前がここで働き出してから常連以外の客ほとんど来てねえけど。あ、自分で突っ込んでくれた。これからしばらくガチで常連しか来なくなるはずだ。だからって営業時間短縮とかしねえけどな。あー、しないのか。かがりさんの件があるからですか。そんな感じ。本当にここは普通のお店じゃないんだな。と、客だ。こんにちは。まつりさんだ。なんだあんたか。
今日は来んの早いじゃねえか。なんだよ。あのね、一応忠告しておいてあげるけど、消臭頑張りすぎだから。暴れちゃった。消毒液の匂いめっちゃすんのかな。痕跡消そうと思ったんでしょ。それはいいんだけど、そのせいでこのお店本来の匂いまで消えちゃってる。めっちゃ鼻いいやん。これじゃ消臭剤大量投入しましたって言ってるようなものよ。不自然すぎるわ。あ、そのアドバイスは聞き入れておこう。そりゃどうも。どうせならイズナ君、あなたが包丁で手でも切ったって言ってごまかせばよかったのに。あ、どんだけ深手だって話だろ。そのためにガチで怪我できねえぞ俺は。だいたいそこまで匂い嗅ぎ分けんのあんたくらいだろ。いいんだよ、うちはこれで。まあね、アモンじゃ多分気づけないけど。今日アモンは？まだ来てねえよ。仲直りした？はあ、仲直りも何もねえだろ。そうかな。アモンは言い過ぎたって落ち込んでたけど、まあ何もなかったふりで流すのも手だけど、アモンはそれじゃ嫌みたいだし、話くらい聞いてあげれば。まつりさん、お席にご案内します。いつもの席に座ってるからエスプレッソお願い。あとなんか甘いもの何があるかな。月見がマドレーヌ焼いてるけど。いいな、食べたい。じゃあそれちょうだい。普通のマドレーヌ？普通じゃないマドレーヌがあるんですか？普通じゃねえマドレーヌがあんのかよ。あ、やばい、俺イズナさんとシンクロしてる。イズナ君はほんと甘いもの興味ないな。マドレーヌだって抹茶とかチョコとかいろいろあるわよ。あ、味の話で。めんどくせえ、食えねえの言えよ。オレンジピールが入ってるのが苦手。あ、俺は好き。わかった、適当に持ってくわ。イチゴ、マドレーヌ出すから厨房来い。え、マドレーヌ食べたい。あれ、月見さんいない。月見は今先生のとこオーダー持ってってる。そんでほらこれ、マドレーヌ。エスプレッソは時間かかるから先に水とこれ出しちまえ。私がまつりさんの接客をしていいんですか？ドア頭から真っ正直に来やがったからな。あれもう探り入れる気とかないんだろう。優しい。それでも、もしなんかおかしなこと聞かれたら、黙って俺んとこ来い。お待たせしました。ありがとう。あ、本当に基本のマドレーヌなのね。美味しそう。エスプレッソは後ほどお持ちします。ねえ、あ、もう探り入れられる感じですか？大丈夫？あ、心配してくれた。トラブルがあったみたいだけど、いちごちゃん面倒なことになってない？いや、まつり姉さんめっちゃいい人だわ。どうしよう、後々裏切ってきたら。これ答えていいのかな。でも、イエス、ノー、どっち？それとも、これはイズナさんを呼ぶべき？その方がいいかもしれない。あ、ごめん、警戒しないで。別に何か聞き出そうとしてるわけじゃないの。単に大丈夫かなって思っただけだから。ここって結構厄介なトラブル多いけど、そういうことがあると、女の子の心のケアとか二の次になるでしょ？だから心配しただけ。問題ないならそれでいいわ。問題はありません。それはよかった。何か困ったこととかあったら言ってね。できる範囲で力になるわ。よし、閉店作業完了。月見、こっち終わったぞ。あの後客来た？もうですか？ずいぶん早いですね。なんだよ、そっち終わってねえのか。さすがに今日は念入りにやっておきませんと。電子機器は常に新機種が出ますから。ん？電子機器？いちごさん、
うちはこういうお店でしょ。ですから常に盗聴や盗撮の危険にさらされてるんです。あ、大変だ。なのでお客様に安心して商談していただけるよう毎日店内や出入り口の電波関係のチェックをしてるんですが、昨日のあれがありましたからね。今日はいつもより念入りにしませんと。大変なんですね。いえいえ、いつものことですから。いや、大変だわ。では私はまだ残って作業をしていますので、伊豆名さんはいちごさんを部屋に送ってあげてください。ああ、了解。いちごの飯は？この紙袋を持って行ってください。今日はおにぎりとサラダです。そのサラダは俺が仕込んどいたコールスローだと思うけど、おにぎりとサラダってバランス変じゃね。まかないだとどうしても炭水化物が増えますからね。生野菜も摂取しませんと体に悪いので。飲み物はこのマグに入っています。中身はほうじ茶ですよ。ありがとうございます。はい、ではまた明日。お疲れ様でした。そういえば伊豆名さんってどこに住んでるんだろう。あ、どうした？伊豆名さんはどこに住んでるのかと思って。その質問は NG。 他人の事情を詮索すんなっつったのは。あ、すんません。でも俺らくらいならいいけどな。逆にはすんなよ。俺はこのビルの中に住んでる。このビルの中？お前の部屋のすぐ近くだよ。護衛だからな。あ、じゃあお隣さんかもしんない。すみません、私のせいで。ああ、違う。逆だ逆。お前のために引っ越してきたんじゃなくて、俺の部屋の近くをお前に開けたってことか。開けたっつうか、開いてたっつうか。護衛の依頼は少ないけど、ないわけじゃねえ。前からそういう時にあの部屋使ってたんだよ。それで部屋にいろいろ揃っているんですね。つっても最低限だけどな。じゃ、俺は部屋に戻るけど、あとは大丈夫だな。いや、最低限すぎん。あ、そういえば、あの、今日アモンさんは来たんですか？見かけませんでしたけど。来たけど追い返した。余計仲悪くなっちゃうじゃん。追い返した？いつ来てくれたんですか？私は気がつきませんでした。ゲートで追い返したからお前は知らねえと思う。ゲートっつうのは月影に通じる通路の認証システムのこと。認証システム？うちは店に来る客こっちで選んでんだよ。へえ。許可した客だけがそのゲートを通れるようになってんだ。ハイテク。今回アモンはゲート通さなかったんだよ。お前うざいから今日は顔見たくねえって。余計仲悪くなっちゃうじゃん。アモンさん納得してくれたんですか？ギャーギャー言ってたけどそんなにごねなかった。あいつも後ろ暗いとこあるからだろう。後ろぐらい？あいつと揉めたのタイミング良かったわ。いい隠れ蓑になったな。アモンさんは伊豆名さんに余計なことを言ってしまったから入店拒否されたと思ってるということ？なんかそれはどうなのかな。まつりさん、アモンさんの話を聞いてあげてと言っていた。それに私はアモンさんが落ち込んでるところも見てる。なのに入店拒否の理由はかがりさんのことなのに、伊豆名さんはアモンさんの言葉のせいだと思わせてる。そういうのに違和感を感じるのは私がおかしいのかな。伊豆名さんには伊豆名さんの考えがある。
だから私が間違ってるのかな。お前今あいつに同情してるか。ギク。俺がアモンと空気悪くなったのを利用したからひでえやつだって思ってる。そう思うんならそれでいいけど、アモンだってわざと喧嘩吹っかけてきた可能性があるんだぜ。え？例えばお前の素性や月見がお前を預かってる経緯はアモンも知りたがってるはずだ。だからあの時俺をあの場から追い払うために、もしくはお前や俺に何か揺さぶりをかけるために、普段ならしねえような口出しをして空気を悪くした可能性があるだろう。そういう計算だってすんだよ俺らは。何が本当で何が本当じゃねえかわからねえのは裏社会じゃ当たり前のことなんだ。だから言ってる、深入りすんなって。深入りすりゃ迷うだけだ。じゃあな、イチゴ。また明日。また明日。何が本当で何が本当じゃないかわからない。それは私も同じだ。今この瞬間も実験中なのかそうでないのか私には知ることができない。でも、もしこれがまだ実験中で、イズナさんの言葉や入れてくれたカフェラテも全部台本みたいなものがあるんだとしたら、全部嘘だったとしたら、それは嫌だ。とても嫌だ。だったらアモンさんも、もしアモンさんだけが本当にイズナさんに言い過ぎたと申し訳ないと思っていたら、それはとてもやめよう。考えても仕方がない。私にできることは考えないこと、期待しないこと、安心しないこと、それだけ。